広報岐阜、2020年8月15日号。梅雨が明け、夏らしい暑さが続きます。皆様、お元気でいらっしゃいますかでは、内容をご紹介しましょう。タブレット端末を一人に一台対応。オンライン学習環境を整備。新型コロナウイルス感染症関連情報。 新型コロナウイルス感染症第2波非常事態緊急対策も基本の徹底お知らせ後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ一人親家庭等重度心身障害者等で医療費助成を受けている皆さんへその他岐阜を動かす23 住民自治の力を信じて健康4ヶ月時から3歳児健康審査がん検診相談検査などの9月の日程のお知らせ幼児歯科薬物復活物塗布のお知らせ以上です「タブレット端末を1人に1台対応」 オンンライン学習環境を整備タブレット端末を使ったオンラインによる学習支援を充実させるため市は市内小中学校の全校児童生徒に1人1台のタブレット端末の貸与を進めています6月には中学校3年生約3300人にタブレット端末の貸与が完了しました 7月の大雨警報による休校時には実際に端末を使ってオンライン朝の会を行う学校もあるなど実践的な活用を進めています今後新型コロナウイルス感染症の影響により休校となった場合にもきめ細かな学習支援が行えるよう整備していきます問い合わせ先は教育研究所電話 241-2114新型コロナウイルスの感染が疑われる人は帰国者接触者相談センター保健所感染症対策課電話番号252-0393ファックス番号252-0639時間は 平日、土曜、日曜、祝日ともに午前9時から午後9時まで。新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は岐阜市ホームページでご確認ください。新型コロナウイルス感染症関連情報8月5日時点 ひとり親家庭等臨時特別応援金を支給国によるひとり親世帯臨時特別給付金の対象とならないひとり親世帯に応援金を支給します対象者は令和2年5月31日から新生児まで引き続き18歳までの子を養育する市内在住のひとり親世帯 なお、児童扶養手当受給世帯及び収入が児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る世帯など別途ひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象となる世帯は応援金は対象外ですひとり親世帯臨時特別給付金については広報岐阜令和2年8月1日号を掲載 支給額は1世帯3万円受け取り方法は申請書などを来年2月26日金曜日までに郵送消印有効または直接子ども支援課へお持ちください申請先問い合わせ先は郵便番号500-8701今沢町18本庁舎高層部2階 子供支援課。電話214-2146です。申請書は子供支援課または市ホームページで入手できます。市役所本庁舎1階市民ホールに特設窓口を開設しています。開設日時は8月31日月曜日までの平日午前8時45分から午後5時まで。 日日土曜日は開設また26日水曜日から31日月曜日は午後7時まで開設します広告宣伝費等を補助新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者などの広告宣伝活動を支援するため経費の一部を補助します 対象者は、令和2年2月から12月のうち、1ヶ月間の売上が、前年同月比で20%以上減少した、市内に事業所を有する中小企業者、及び小規模企業者、個人事業主です。ただし、感染症対策を実施して営業していることが条件です。補助対象経費は、チラシ、ウェブサイト作成費など、 広告宣伝経費です。補助額は、補助対象経費の10分の10以内、上限額10万円。申請方法は次の通りです。申請書などを8月14日金曜日から11月30日月曜日に郵送、化信有効、または直接産業振興企業誘致課へお持ちください。 申請先問い合わせ先は郵便番号500-8720神田町1-11南庁舎2階産業振興企業誘致課電話214-2360申請書は産業振興企業誘致課または市ホームページで入手できます 市民化窓口などの混雑情報を配信市民化及び税制化の窓口歴史博物館キリンが来る岐阜大河ドラマ館の混雑情報をリアルタイムで配信する情報サービス混雑ランプを8月から導入していますスマートフォンやパソコンで確認できますのでご利用ください問い合わせ先は市民化 電話21「214-6175雇用就労促進事業の対象期間を延長」「新型コロナウイルス感染症の影響で就労の場を失った人が新たに就労した場合に労働者及び事業者に対し奨励金を交付する下期事業の対象期間を 令和2年12月31日分までの雇用契約締結雇用期間開始に延長しました対象者は次のすべてを満たす労働者及びその労働者を雇用した事業者です1令和2年1月28日以降に就労の場を失った事故の席の場合を除く2 ハローワークでの職業紹介を経て、令和2年6月1日から12月31日までに事業者と雇用契約を締結し、雇用期間が開始した。3.1.2の時点で、いずれも市内に住所を有していた。以上の人です。交付条件は、次のすべてを満たす場合で、1. 対象労働者が3ヶ月以上継続的に雇用される。2、対象労働者の勤務地が市内である。3、対象労働者の所定労働時間が週20時間以上である。これらの場合です。交付金額は次の通りです。対象労働者は雇用期間開始時3万円。1ヶ月雇用後2万円。 3ヶ月雇用後5万円、合計10万円。事業者は雇用期間開始時3万円、1ヶ月雇用後2万円、3ヶ月雇用後5万円、合計10万円です。なお、対象労働者は1人につき1回のみ、事業者は5人分までです。申し込みは 申請書などを雇用期間開始日から30日以内に郵送してください以降1ヶ月雇用後および3ヶ月雇用後はその都度30日以内に申請してください宛先問い合わせ先は郵便番号5008720神田町111南庁舎2階老生経営支援課電話 214-2358なお、申請は原則事業者が行ってくださいただし、事業者が対象とならない場合は、対象労働者が申請することができます詳しくは、岐阜市ホームページをご覧ください申請書は、労政経営支援課または市ホームページで入手できます 岐阜信長まつり開催中止10月3日土曜日4日日曜日に開催を予定していた岐阜信長まつりは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します問い合わせ先は経済政策課内実行委員会事務局電話265-3896 岐阜市農業祭り開催中止11月3日火曜日祝日に開催を予定していた岐阜市農業祭りは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します問い合わせ先は農林園芸課内実行委員会事務局電話214-2079 新型コロナウイルス感染症第2波非常事態緊急対策も基本の徹底令和2年7月31日市民の皆さんへ人との距離の確保マスクの着用手洗い3密を避ける感染リスクの高い場所と行動を避けるマスクを外しての人との接触など脳 感染拡大エリアへの往来を避ける愛知県特に名古屋市の繁華街のクラブなど酒類を伴う飲食店 NO 事業者の皆さんへ感染防止対策の再徹底業種別ガイドライン兼行動指針の遵守お客様を守る従業員を守る 自らの事業を守る。ウィズコロナステッカーを貼って注意喚起広報岐阜8月15日号に掲載の記事は8月5日時点の情報で作成しています新型コロナウイルス感染症の影響により掲載記事の内容が変更となる場合がありますお知らせ まずはじめに、後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ、岐阜健やか検診、後期高齢者医療広域連合健康審査の受診を、糖尿病などの早期発見や生活習慣の改善につなげるため、ぜひ受診してください。実施期間、 9月1日火曜日から11月30日月曜日。ただし受診は期間中1回のみ。持ち物。1、岐阜健こやか検診受診券、薄い緑色。2、後期高齢者医療被保険者証。3、自己負担金500円。4、 前年度の検診結果、お持ちの人。検査項目、問診、計測は、身長、体重、BMI、血圧。診察、脂質は、中性脂肪、HDL、LDL コレステロール。肝機能は、 血清アルブミン GOTGPT ガンマ GTP 腎機能はクレアチニン血糖はヘモグロビン A1C 貧血はヘマトクリット値血色素量赤血球数尿は尿糖尿タンパク尿鮮血 一部対象者のみ診断図「岐阜爽やか航空検診後期高齢者医療広域連合航空健康審査」の受診を歯歯肉の状態や航空清掃状態などのチェックを行い 航空機能低下や肺炎などの病気を予防するため、ぜひ受診してください。実施期間、9月1日火曜日から来年1月31日日曜日。ただし、受診は期間中1回のみ。持ち物、1、岐阜さわやか航空検診受診券。 黄色2後期高齢者医療非保険者証3自己負担金300円検査項目問診診察は歯や歯周組織の状態咀嚼能力舌機能演劇能評価など。 在宅で養介護状態、介護保険の要介護3から5にあり歯科医院への通院が困難な人は自宅で歯科検診を受けることができます詳しくはお問い合わせください共通対象者受診日時点に 市内在住で後期高齢者医療制度に加入している人。実施期間。受診券に同封の委託医療機関一覧に掲載されている市内の医療機関受診可能な日時は受診する医療機関に直接お問い合わせください。なお、各受診券は 8月下旬に合わせてお送りします。問い合わせは、福祉医療課、電話214-2128番です。次に、一人親家庭等、重度心身障害者等で医療費助成を受けている皆さんへ。 福祉医療費受給者証の更新申請を次のとおり郵送で受け付けています申請をされないと医療費の助成が受けられなくなります期間内に必ず手続きをしてください更新年月日は一人親家庭等の場合11月1日日曜日 重度心身障害者等の場合10月1日木曜日申請期限はいずれの場合も8月31日月曜日消し印有効申請方法はいずれの場合も7月下旬から8月上旬に福祉医療費受給者証交付 更新申請書を郵送しました必要事項を記入押印の上必要書類を同封し返信用封筒で郵送してくださいなお申請書類が届いていない場合はお問い合わせください問い合わせは福祉医療課電話214の 2127番です。次に、建築物の耐震化を支援。民間建築物の耐震化を促進するため、以下の補助事業を受け付けています。1、木造住宅無料耐震診断。対象、 昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造住宅。受付期間、10月30日金曜日まで。持ち物、印鑑、家屋の課税明細書など。2. 建築物耐震診断の補助。対象、 昭和56年5年月31日以前着工の一戸建て木造住宅以外の建築物補助金額診断費の3分の2以内一戸建て住宅は上限9万円受付期間10月30日金曜日まで 3「木造住宅耐震補強工事の補助」「対象昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造住宅で耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満かつ岐阜県木造住宅耐震相談士が設計ました」 管理する補強工事補助金額補強方法により上限が101万9,000円または84万円以内受付期間10月30日金曜日まで4耐震シェルター等設置費の補助 対象、昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造住宅。耐震診断の結果、上部構造標点が0.7未満。の1階に、耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する事業。ただし、 高齢者や障害者などの居住や所得制限などの要件あり、補助金額、設置費の10分の9以内、上限27万円、受付期間、12月28日月曜日まで、5 特定建築物等耐震改修計画策定の補助対象昭和56年5月31日以前着工の特定建築物または緊急輸送道路沿道建築物補助金額改修設計費の 9分の4以内面積による上限あり受付期間10月30日金曜日まで6ブロック塀等撤去費の補助対象道路または避難地に面する 高さ60センチ以上かつ長さ1メートル以上のブロック塀など補助金額撤去工事費と撤去するブロック塀などの見つけ面積かける1万円のいずれか少ない額の2分の1上限30万円受付期間 10月30日金曜日までただし申請前に事前相談が必要です相談の際には現況写真課税明細書を持参してください共通先着順募集件数に達し次第終了 具体的な基準などはお問い合わせください問い合わせは「建築指導課」「電話265-3904番」です次に令和2年7月豪雨災害に係る義援金箱を設置 今回の豪雨災害により甚大な被害を受けられました皆様に対し心よりお見舞い申し上げます被害を受けられた方々を支援するため下記の場所へ義援金箱を設置しましたお寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通じて被災地にお送りします 被災地の一刻も早い復旧・復興を願っています設置場所市役所本庁舎構想部1階市民ホール岐阜メディアコスモス1階総合案内司町40-5各事務所中南北市民健康センター 市消防本部など合計36箇所なお詳しくは市ホームページをご覧ください問い合わせは福祉政策課、電話番です。次に歴史博物館 NHK 大河ドラマ特別展 キリンが来る期間9月18日金曜日から11月3日火曜日祝日大河ドラマの主人公である明智光秀の生涯を中心に織田信長や斎藤道さん豊臣秀吉細川雄斎藤高ガラシャといった 主人公を取り巻く人々にもスポットを当てこれらの人物にまつわる資料や同時代の文化財などを紹介することで光秀の人物像と彼が生きた時代を浮き彫りにします観覧料高校生以上1,200円1,000円1,000 小中学生600円、カッ500円、カッコ閉じ。括弧内はオンラインによる事前予約の平日割引料金。当日券は混雑状況により販売制限があるため、オンラインによる事前予約をおすすめします。詳しくは、歴史博物館ホームページをご覧ください。 なお、各種障害者手帳をお持ちの人とその介護者1人は観覧料が無料。また、大河ドラマ館2階で開催の入場には別途入場券が必要。大河ドラマ館の入場券をお持ちの人は当日に限り100円割引。小中学生50円割引。 で、当日券を販売「キリンが来る岐阜大河ドラマ館との共通券」「事前予約のみ販売」は高校生以上1480円小中学生740円開室時間午前9時から午後5時 各土曜日及び9月20日日曜日21日月曜日祝日は午後6時まで。ただし入館は30分前まで。休室日10月12日月曜日13日火曜日。場所問い合わせは歴史博物館 大宮町電話265-0010番です関連行事1特別講演会明智光秀とその家臣団光秀を支えた美濃の武将たち期日9月20日日曜日講師 大和田哲夫さん、静岡大学名誉教授。二、特別講演会。明智光秀、無本人への道。期日、9月26日土曜日。講師、林間大輔さん。関西学院大学教授。三、特別講演会。 キリンが来る」の衣装世界ドラマと史実の間期日10月3日土曜日講師佐田義彦さん立正大学教授1から3共通申し込み締切日9月1日火曜日定員各85人 4. レンガ実作会現代によみがえる時は今期日10月17日土曜日レン連寿小島うらく楽ンガ会ぐじょう連画会の皆さん定員75人 5. 講演会時は今 明智光秀のレンガ。期日10月24日土曜日講師鶴崎弘夫さん手塚山学院大学名誉教授定員85人45共通申し込み締切日9月25日金曜日 1>, 1から5共通。時間午後2時から3時30分。受講料無料。ただし特別展観覧は別途観覧料が必要。申し込み。各申し込み締め切り日までに、往復はがきで歴史博物館へ。 1>, 筆着1枚につき1人応募者多数の場合は抽選1から3は1人につき1回のみ申し込みか45は同時申し込みか次に幼児教育セミナー子どもを動かす特別な方法 楽しい子育てを。4人の子どもが東大理産に合格した話題の佐藤ママこと佐藤良子さんが子どもの幼児期に実践した子育てを楽しみながら子どもの基礎学力や豊かな感情を育むコツを伝授します日時10月10日土曜日 午後2時から3時30分場所文化センター小劇場小金町5-7-2講師佐藤良子さん浜学園アドバイザー定員250人参加費無料託児 満2ヶ月から未就学児対象申し込み時にお子さんの氏名ふりがな性別生年月日を明記定員45人申し込み問い合わせ8月17日月曜日から31日月曜日筆着に市ホームページの申し込みフォーム もしくは往復はがきにセミナー名参加希望者全員の氏名5人まで電話番号を明記し幼児教育課へ郵便番号500-8720神田町1-11電話214-7124番 申し込み者多数の場合は抽選セミナーは子ども同伴か、席が必要な場合は参加希望者に加える「岐阜を動かす」23「住民自治の力を信じて」岐阜市長柴橋正直。 私が政治の道を志してもうすぐ丸16年を迎えます当時市民が主役の社会をつくると語ったことを覚えています今もその気持ちに変わりはありません人口減少気候変動による災害の発生 そして、新型コロナウイルス感染症という難問が立ちはだかる時代に、改めて住民自治の力について皆さんと共有したいと思います。現在、地区ごとに、地域と市長との懇話会を、自治会やまちづくり協議会の役員の皆さんと、 感染防止対策を行いながら開催しています地域の課題や皆さんが日頃考えておられることを直接お聞きし私もざっくばらんにお話しさせていただいています昨年度町、ま、づくり協議会で地域の課題や解決策を議論し皆さんがどんな地域を作りたいと考えておられるのか 地域ビジョンを策定してはいかがでしょうかと提案しました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響でほとんどの地域の行事が中止となる中、この機会にビジョンを作りたいと考えているという地域の声を今話会でお聞きし心躍る気持ちです。また独自に 地域課題や要望、将来展望をまとめ、発表してくださる地域も出てきました。こうした地域の議論がちづくりの原動力です。7月31日に岐阜市ウィズコロナプロジェクト第3弾を発表しました。 キャッシュレス決済を活用した地域経済活性化事業、産業振興補助事業、広告宣伝支援事業の3本です。このプロジェクトの基本は、感染防止対策を土台として、社会経済活動を回復することです。そのため、まず第1弾で、 ウィズコロナステッカーを事業者に配布し「私のお店は感染防止対策を行っています」とステッカーの掲示を通じて市民の皆さんに自己宣言していただき来店者も感染防止対策や健康管理を行うことで 共に助け合う社会経済活動をを広げる挑戦をしています感染拡大の第2波は10代20代30代の若者の感染に始まり40代50代の感染も増えてきていますこうした中夏休みお盆による人の交流により 重症化リスクの高い高齢者に感染が広がることを大変危惧しています住民自治は一人一人が地域のために何ができるかどんな地域にしたいかという願いの集合体です岐阜市を守るために皆さんの願いを行動に変えてください健康 保健所から9月の日程をお知らせしますまずはじめに4ヶ月児から3歳児の健康審査令和2年5月生まれを対象とした4ヶ月児健康審査北市民健康センターは8日15日南市民健康センターは29日いずれも火曜日で1日から15日までに生まれた子は 午前9時から10時30分まで16日から月末までに生まれた子は午後1時から2時まで東部コミュニティセンターは9日水曜日西部コミュニティセンターは11日金曜日萌木の里は25日金曜日受付時間はいずれも午後1時から2時までです。 令和元年11月生まれを対象とした10ヶ月時健康審査。1日から15日までに生まれた子は、北市民健康センターは1日火曜日と7日月曜日、南市民健康センターは2日水曜日、16日から月末までに生まれた子は、 南市民健康センターは18日金曜日と23日水曜日北市民健康センターは28日月曜日受付時間はいずれも午後1時時から2時30分までです平成31年1月生まれを対象とした1歳6ヶ月児歯科健康審査と育児教室。 北市民健康センターは10日と24日南市民健康センターは17日いずれも木曜日で1日から15日までに生まれた子は午前9時から10時30分まで16日から月末までに生まれた子は午後1時から2時30分までです平成29年7月生まれを対象とした 3歳児健康審査。南市民健康センターは3日木曜日と4日金曜日。北市民健康センターは16日水曜日。受付時間はいずれも1日から15日までに生まれた子は午前9時から10時30分まで。16日から月末までに生まれた子は午後1時から2時まで。 東部コミュニティセンターは9日水曜日、西部コミュニティセンターは11日金曜日、萌木の里は25日金曜日、受付時間はいずれも午後1時30分から2時30分までです。新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合などがあります。必ず事前に実施の有無などを 岐阜市ホームページでご確認くださいなお該当日に受診できない場合は事前に各市民健康センターまでご連絡ください次はがん検診です乳がん検診マンモグラフィ乳房 X 線撮影です対象者は40歳以上の女性料金は1000円 当日の受付時間は午後1時から2時30分まで。インターネットまたは電話で予約してください。先着順です。日程は次の通りです。南市民健康センターは1日火曜日、7日月曜日、28日月曜日。柳津公民館北館は23日水曜日。 引江公民館は28日月曜日。市橋公民館は30日水曜日。予約先はいずれも南市民健康センター。東部コミュニティセンターは3日木曜日、15日火曜日、24日木曜日。長森西公民館は4日金曜日。長森コミュニティセンターは9日水曜日。 旧鉄名小学校体育館は18日金曜日と19日土曜日予約先はいずれも中市民健康センター北市民健康センターは4日金曜日11日金曜日18日金曜日19日土曜日西郷公民館は14日月曜日 北部コミュニティセンターは16日水曜日木田公民館は23日水曜日西部コミュニティセンターは30日水曜日予約先はいずれも北市民健康センターです胃がん検診対象者は40歳以上の人料金は1,000円。 当日の受付時間は午前9時から10時30分まで。インターネットまたは電話で予約してください。先着順です。日程は次の通りです。アジ公民館は3日木曜日。西郷公民館は14日月曜日。北市民健康センターは19日土曜日と26日土曜日。 予約先はいずれも北市民健康センター長森西公民館は4日金曜日長森南公民館は14日月曜日予約先はいずれも中市民健康センター柳津公民館北館は23日水曜日市橋公民館は30日水曜日。 予約先はいずれも南市民健康センターです。肺がん結核検診、胸部 X 線撮影です。対象者は40歳以上の人。料金は無料です。当日の受付時間は午前9時30分から11時30分まで。インターネットまたは電話で予約してください。先着順です。日程は次の通りです。 のりたけ公民館は8日火曜日予約先は中市民健康センター網代公民館は11日金曜日西郷公民館は28日月曜日予約先はいずれも北市民健康センターうずら公民館は15日火曜日柳津公民館北館は30日水曜日 予約先はいずれも南市民健康センターです肺がん検診・核炭細胞検査です対象者は50歳以上で胸部 X 線撮影の肺がん血核検診受診者のうち喫煙指数600以上で3日間連続して痰の出る人です喫煙指数とは1日平均喫煙本数× 喫煙年数のことです料金は500円肺がん血核検診受診時に申し込んでください大腸がん検診便腺血検査2日法です対象者は40歳以上の人料金は400円です子宮がん検診対象者は20歳以上の女性料金は経部のみは2000円 軽部と胎部は3500円。次は、大腸がん検診・子宮がん検診共通のお知らせです。実施期間は来年2月28日日曜日まで。休診日は除きます。予約先・実施場所は市内の委託医療機関。健康保険証をご持参ください。生活保護世帯の人は無料ですので、 受診前にお問い合わせくださいがん検診の予約枠の増枠についてお知らせします新型コロナウイルス感染症の影響により予約枠を制限していますが9月以降に実施する乳がん検診及び肺がん月下検診について予約枠を増枠します増枠分については8月24日 が月曜日から各市民健康センターで受付を開始しますのでお問い合わせくださいなおこれらのがん検診は生活保護世帯の人は無料です受診時に保護受給証明書が必要です保護受給証明書は生活福祉一課または二課で発行発行日より6ヶ月間有効です 続いて相談・検査などについてお知らせします。予約制による育児心配事相談北市民健康センターは3日木曜日午後1時から2時30分まで南市民健康センターは16日水曜日午前9時から10時30分までと午後1時から2時30分まで。 対象者は育児について相談したい人、希望者は各市民健康センターへ予約してください。ただし、16日水曜日午前9時から10時30分までは、中市民健康センターへ予約してください。女性健康相談・不妊相談保健所健康増進課と各市民健康センターで、 土曜日曜祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで受け付けます対象者は不妊や女性の身体的精神的な悩みについて相談したい人面接による相談は事前に申し込みが必要です遺伝相談中市民健康センターで17日木曜日 午後1時30分から3時30分まで希望者は事前に中市民健康センターへご連絡くださいエイズ検査保健所3階で7日月曜日午後1時20分から3時まで及び午後5時から6時まで受け付けます検査予約は保健所感染症対策課へお申し込みください 匿名で受けられます。相談のある人は、保健所感染症対策課または各市民健康センターへお問い合わせください。医師による精神保健相談。保健所3階で3日木曜日午後4時30分から5時30分まで。希望者は事前に保健所地域保健課へお問い合わせください。 総合健康相談窓口保健所保健医療課で土曜日曜祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで対象者は薬物依存者とその家族アスベスト化学物質などについて相談したい人です引きこもり総合相談窓口保健所地域保健課で土曜日曜祝日を除く毎日 午午前9時時から午後5時まで対象者は引きこもりについて相談したい人保健所地域保健課へお問い合わせください精神保健相談保健所地域保健課で土曜日曜祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで対象者は大人の発達障害を含む精神障害者 およびその疑いのある人に関し相談を希望する人保健所地域保健課へお問い合わせください予約制による幼児歯科薬物塗布復活物徒歩についてお知らせします対象者は1歳以上の未就学児母子健康手帳を持参してください料金は無料です予約方法は インターネットまたは電話で保健所健康増進課へ申し込んでください先着順です日程は次の通りです8日火曜日は午前9時午前9時30分午前10時午前10時30分午前11時に実施します15日火曜日と29日火曜日は午前9時午前9時30分 午前10時、午前10時30分、午前11時、午後1時、午後1時30分、午後2時、午後2時30分、午後3時です。実施場所は8日火曜日と15日火曜日は南市民健康センター、29日火曜日は北市民健康センター、予約期間は8日火曜日は 9月1日火曜日から7日月曜日まで15日火曜日は9月8日火曜日から14日月曜日まで29日火曜日は9月18日金曜日から28日月曜日までです保健所各市民健康センターの電話番号は次の通りです。 保健所健康増進課252-7193番保健医療課252-7197番地域保健課感染症対策課252-7191番中市民健康センター252-0632番南市民健康センター271-8010番 北市民健康センター、番です。お問い合わせの際には電話番号をお確かめの上おかけ間違いのないようお願いします岐阜市の電話番号は265-4141ホームページアドレスは http:// www.city.gifu.lg.jp email ーーアドレスは soudan.gifu.gifu.jp t y です。以上で広報岐阜2020年 8月15日号を終わります。